はい、本日はですね、ノースフェイスのバルトロ2022年の新色をね、いろいろ見ていきたいなというふうに思います。ということで、こちらにバルトロ、僕が持ってる2着を用意させてもらったんですけども、今年の色っていうのがね、今年から初めて出る色っていうのがあるんですよ。で、それをですね、以前皆さんにアンケートを取らせてもらって、今年バルトロ何色狙ってますかっていうことをね、お聞きしたら、約1万人の方がお答えいただいて、こういうの狙ってる、こういうの狙ってるよってことでね、皆さんいただいておりましたんで、そんなお話をしていこうかなと思います。まずはですね、今年販売予定のカラーをね、こちらから見ていこうと思います。ズドンと並べると合計で7色ね展開があるようなので、まあ、毎年のことながらねいろんな色が出ております。そして値段もね変わってますよ。6万500円が去年まで2021年までは6万500円だけど、今年は、6万2700円になっておりますので約2200円の値上がりということになっておりますが、それでもね人気はあると思います。2200円上がってても関係ないからね、その辺はバンバン人気であると思うんですけども、まずは注目のカラーというか、いろいろね今年出るカラー見ていきたいなと思いますが、ズドン、まずブラックからいきましょう。このブラックね、僕アンケート取らせてもらったら、実は、今年欲しいの何番目ですかって言ったら2番目に人気あったんですよ。で、ブラックが2番目と、ここにもブラックってあるやんって、全然普通やんって思ったりすると思うんですけども、まあ、僕個人的にはね、ブラックってどういう方持つんかなって考えたら、まず1色目でちょっと明るめの色いってる貼る方って、2個目買う時にブラックいったりする方も多いんでね、まあ多分それ2個目とかのいう方が多いんかなと思ったりはするんですけど、まあブラックも人気でしたと。僕着てる感じこれブラックですけども、ブラックです。で、次がニュートープ、こっちに出てますけど、ニュートープはね、ここ4年3年ぐらい連続で出てる色なんですよ。だから多分多く作ってると思います。相当多く作ってると思うんですけども、まあそれが今年も出てきますよということで、まあ相当多く作ってるか、もしくは相当人気があるかどっちかだと思うんですけど、こんな毎年ずっと出ないんでね、これは人気ですよねと。で、次が大注目のカラー、僕の予想でも一番人気があったカラーは何ですかっていうと、こちらに出てるんですけども、正式名称バナディスグレー×メルドグレーっていう VM っていうカラーなんですけどもね、昨年までグレーがあったんですけど、これ僕実はグレーなんですよ。で、バルトロのカラーのオーダーで作ったグレーなんですけど、このグレーではなくてもっと薄いグレーだから、ライトグレーっていうんかな、そういった色味なんですけども、これは人気高そうですね。で、しかもなんやったら黒髪の男の人がめっちゃ似合いそうなね、色味カラーリングになってるから、女子っていうよりも男子が結構かっこいいんちゃうかな、ちょっとミリタリー感もあるしね、人気出るんちゃうかなとは思ってて、僕も一応買う予定なんですけども、視聴者さんがね、もし買われへんかったら貸しますよっても言ってくれてる人いてるんで、とにかく動画にはなります。絶対動画にはなるんやけども、僕が変えてるか、もしくは視聴者さんからお借りしてるかどっちかは分からんけども、まあ、とにかく動画にはなると。で、これ僕オーダーしたやつやないけども、そのオーダーしたやつは今年の冬消えますよ。僕の手元からなくなるから、それは予言しておきますけどね、そんな関係ない話しておきましたけど、僕の元から去ります。はい、ということで、またそれも動画にしますけども、そんなことがあると。で、次の色味がね、こちら、ホライズンレッドっていう色味になっておりまして、赤っていうよりかはどっちかっていうとオレンジに近いような色味かなって画像から思うんです。なんか見てる感じこの色味に似てません？この色味、一応マウンテンジャケットの2022年のやつで、オレンジなんですけどもね、これにちょっと似てるような色味な気もせんでもないんやけども、こういった色味がありますと。で、これ買う方ね、どんな方が買うんかなと思ってアンケート見てたらね、バルトロ5着目やから今年は攻めますっていうことで書いてあったりしたんですけど、その返信でね、なるほど、たくさん持ってるから赤なんですね、僕も3着持ってます、そこちょっとマウント取り合ってるんですね。さすがに今年はグレーは買わずに、アマゾンで、WS ヌプシが3万8000ぐらいで買えたので、そっち買いました、おすすめですよということでね、いい感じで会話していただいてるんですけども、こんな一幕もありましたっていうことなんで、赤系はね、意外と毎年出てたりするんやけども、まあ、今年も引き続き出て、ちょっとオレンジがかってるんかなっていう感じで、次が、ラーピスブルーっていう色味、これ結構青深いでしょ、青が深い感じやから似合う人と似合わん人はっきり分かるでしょうね。で、っていうのも顔周りに青が多いと青ざめる人もいてるからね、あの表情が。だから僕とかやったらイエローベースやからね、青絶対似合わないんですよ。なんかもう分かってるから絶対買わへんけども、ブルーベースの人はね、多分めちゃくちゃ似合うと思います。もう綺麗な肌になっていくと思うけど、僕全く似合わへんから、まあこれはちょっと除外なんですけど、濃い青ですね。次が同じくブルーなんですけど、ハーバーブルーっていう色味で、グリーンに近い色味なんですよ。で、これは僕個人的には全然ありな色味やなって、あの自分がもし着るんやったらね、合わせやすいやろなっていうことで、ちょっと同じブルーでも黄色みかかってるんで、個人的にはいいんちゃうかなっていうふうには思っております。多分なんか何年か前はね、こんなような色味出てたんですよ。
で次が、カモですね。カモプリントっていうことで迷彩柄なんですけど、これは値段ちょっと高いです。6万2700円じゃなくて、そのノベルティカラーなんで6万6000円ということで、まあ少し値段は高いんですけどもね、こういった6色展開と、それとサイズが今回から XXL まで出たらしいんですよ。今まで XL までしかなかったから、うわサイズちっちゃくてもう着られへんなって諦めてた人もいてるんやけども、 XXL までね、こう上まで上がってきたんで、それでね、あ今年買ってみたいなと思う人もいてるんかなとは思うんですが、そういった人気のカラーがね、いろいろあるみたいです。やっぱりまあアンケートを取ってても一番人気なんていうのはやっぱりグレーです。グレーがもう圧倒的に人気、約1万人アンケートを取って 40% の人がグレーって言ってるんやから、単純計算4000人おるんですよ。で4000着も作ってるかなって言われたらちょっと微妙な感じするじゃないですか。でまあ言うたってこのアンケートを答えてるだけやから、実際買うかどうかは分からないですよ。それは知らんけども、今の段階ではおそらくグレーに偏るであろうっていうのがこの2022年のバルトロ予想なんですけど、そうなってくるともうパンツは黒一択ですよね。グレーでいっちゃったらパンツ黒かもデニムしかなくなると思うんですけどもね、他に合わせ方があるんでしょうか、ちょっとわからないですけど、バルトロコーデってやったことありました。バルトロコーデこっち出てるでしょうか、それ見ていただければね、あこういう風な着方してあるんやとか、あと女性の方もね出ていただいたりしてたんで、あ女子でこんな感じで着るんやとか、ブーツ履いたら かっこいい感じで着れんねんなとかっていうのもね、まあ皆さんまた見ていただければなということで、本日はですねバルトロ予測人気カラーをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。